それでは実際にに年金請求書の記入方法についてご説明します1ページ目は請求される方に関して、氏名などの基本情報や年金振込先口座、配偶者や生計を同じくしている子に関して記入するページです。請求書の上段は、請求される方や配偶者の個人番号、 または、基礎年年金番号、生年月日、氏名、住所などを記入すする欄です請求書の中断は、年金の受取金融機関名や口座番号を記入する欄です。請求書の下段は、配偶者や生計を同じくしている子に関して記入する欄です。 それでは、各記入欄について、詳しい書き方を見ていきましょう。なお、記入の際の注意事項としまして、黒インクのボールペンを使用してのご記入をお願いします。また、鉛筆や摩擦に伴う温度変化などにより、色が消えるインクを用いたペン、またはボールペンは使用しないでください。記入誤りの際は、二重線で消して書き直しをお願いします。 丸一欄は請求者の個人番号か基礎年金番号のどちらかの番号を記入します。個人番号を記入する場合は、マイナンバーカードや住民票に表示されている12桁の番号を記入します。丸二欄は配偶者がいる場合に、配偶者の個人番号か基礎年金番号のどちらかの番号を記入します。 配偶者の個人番号や基礎年金番号がわからない場合は、空欄にしてください。空欄にされた方は、別途記入していただく欄がありますので、後ほど年金請求書7ページ目の書き方で説明します。基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書や年金手帳などを見て、 10桁の基礎年金番号を記入します。なお、基礎年金番号や年金手帳記号番号が2つ以上ある場合は、お近くの年金事務所の相談窓口にお申し出ください。次に、生年月日、氏名、住所、および電話番号を記入します。氏氏名名欄の漢字は、 戸籍に登録さされた感じで記入してください住所欄は原則住民票上の住所を記入してください。電話番号は日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。また予備の電話番号があればそちらも記入してください。実際に請求書に記入したイメージは次のようになります。 住所欄に記入した住所に、障害年金に関する通知書等を送付します。住民票住所と異なる居所を通知書等を送付先とする場合には、別途お手続きが必要です。お手続きについては、お近くの年金事務所へお問い合わせください。続いて、年金の受取口座について説明します。 金融機関での受け取りを希望する場合は、通帳もしくはキャッシュカードをお手元にご用意いただき、預金種別と口座番号を記入します。ゆうちょ銀行での受け取りを希望する場合は、同じく通帳もしくはキャッシュカードをお手元にご用意いただき、記号と番号を記入します。確認事項としまして、 口座名義人の氏名振り仮名は、請求者の氏名振り仮名と一致していますか原則として、請求者名義以外の口座へは振り込みはできません。支店名に変更はないですか古い通帳などは、支店の統廃合などで支店名が変わっていることがありますので、ご確認ください。 年金の受け取り口座は、普通預金口座、または当座預金口座のみ指定可能です。貯蓄預金口座や貯蓄貯金口座へはお振り込みできません。インターネット専業銀行を指定する場合は、受け取り可能な銀行であるかどうかご確認ください。受け取り可能であるかは 指定するインターネット専業銀行にご確認ください請求書に記載した年金受取機関や口座番号のイメージは次のようになりますまずは有所銀行以外の金融機関を指定する方の記入方法です年金受取機関に一 金融機関を選択し、年金送付金先欄に、口座名義人氏名、振り仮名、金融機関名、支店、預金種別、および口座番号を記入してください。口座番号は左詰めで記入してください。預金種別の記入漏れが多いので、忘れずに記入してください。 請求書をご提出いただく際は、金融機関の証明を受けていただくか、預金通帳など、預金口座を明らかにすることができる金融機関が発行する書類のコピーを添付してください。なお、指定された預金口座が公金受取口座に登録済みの場合は、これらの書類を省略することができますので、後ほど説明します。 次に、ゆうちょ銀行を指定する方の記入方法です。年金受取期間に、2、ゆうちょ銀行を選択し、口座名義人氏名、振り仮名、記号、および番号を記入してください。記号は左詰め、番号は右詰めでご記入ください。ゆうちょ銀行の通帳記号に、ハイフンに引き続く数字がある方のみ、 枝番を記入してください請求書をご提出いただく際は、ゆうちょ銀行の証明を受けていただくか、貯金通帳など、貯金口座を明らかにすることができるゆうちょ銀行が発行する書類のコピーを添付してください。なお、指定された貯金口座が公金受取口座に登録済みの場合は、 これらの書類を省略することができますので、次に説明します。後金受取口座を指定する方について説明します。指定する年金の受取口座が後金受取口座として登録済みの場合は、マル年金受取金融機関の欄の四角にチェックを記入してください。 なお、公金受取口座として登録済みの口座を年金の受取口座に指定する場合は、口座の確認のための添付書類、金融機関の証明印を省略することができます。続いて、公金受取口座を年金受取口座として指定する場合の注意点を説明します。公金受取口座を変更しても、 年金の受取口座は変更されません年金の受取口座を変更希望の場合は、年金受給権者受取期間変更届をご提出ください。また、公金受取口座での年金受取をやめ、別の口座を年金受取口座として指定する場合も、年金受給権者受取期間変更届をご提出ください。 公金受取口座登録制度の詳細につきましては、デジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。次に、○八欄、○九欄について説明します。○八欄、○九欄は、配偶者や生形を同じくしている子に関して記入します。配偶者の欄には、 配偶者の氏名「子」の欄には、生計を同じくしている子の氏名、振り仮名、生年月日、個人番号を記入してください。また、この障害状態について該当するものを丸で囲んでください。 子が2人の場合は、下の欄に同様に記入してください。子が3人以上いる場合は、3人目以降は余白にご記入ください。なお、請求者に一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合に、請求者は下給年金額と加算額を受け取ることができます。下級年金額額加算額については、 後ほど、年金請求書5ページ目の書き方の成形維持申し立て欄の書き方で説明します。ご視聴いただきありがとうございました。